皆さんお元気ですか？菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。チャンネル登録とグッドボタン忘れないでくださいね。本日9月27日月曜日、イエス様のために賜った苦しみという題でお話をいたします。使徒パウロは弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。クリスチャンになったらもう喜びと平安しかないんじゃないの？パウロに言わしてみれば、神の国に入るまでには多くの苦しみを経なきゃならない。死から命に移って神の子になったのに、まあ、私たちの人生というのはその苦しみに合うものだと聖書は教えていますので、それを信じましょう。ヨハネの手紙第1:3-14、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。死のうちにとどまっている人たちからの痛い目に遭うことがあります。その時、私たちより先にイエス・キリストは苦しまれたんだってことをね、思い出してください。そして今あなたが苦しんでいるとしたら、それはイエスのゆえに与えられる苦しみなのです。どうぞ苦しくても愛することを選んでください。苦しくても愛することをやめないでください。苦しくても伝道を諦めないでください。私たちは使徒パウロに言うならば、祝福も与えられたんだから、苦しみもプレゼントとして受け取るべきではないだろうか。皆さん、そうです。苦しみも甘んじて受け止めてください。救われ、そして多くの祝福与えられたんですから、その苦しみがプレゼントとなってあなたを指すかもしれない。でもなんと光栄でしょうか。私より前にイエス・キリストがその苦しみを受けて、私たちもその同じ苦しみに預かれるんです。イエスは勝利を取られた、十字架の上で。イエスは勝利を取られた、十字架の上で。イエスは勝利もすでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。あなたに与えられたそのプレゼント、私たち分かち合っていきましょう。素敵な一日でありますように。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。